今回は AE86 を作ってみました。デフォルメしたりオフロード仕様にしたりしました。富士見のプラモデルが参考資料です。組み立てマニュアルを主体に 3D モデルを作りました。このキットにエンジンはついていないようです。その代わりフィギュアがついてました。プラモは 3D モデルを作る良い資料です。 3D モデルの作成にはブレンダーを使いました。下絵に合わせて面を貼っていきました。プラモデルのボディも参考にしました。ここまでできたら次にエンジンも作りました。特に必要はありませんが、流体シミュレーションをやってみました。速度が 100km 毎時の場合はこんな感じになるみたいです。見る角度を変えるとこんな感じです。データができたら早速 3D プリンタで出力してみました。エニーキュービックのフォトンモノで、レジンはワンハオの水洗いレジンです。積層ハイトは 0.03mm でモノクロ液晶機種で3時間くらいかかりました。サポートを取り除きました。梅雨が明けたので太陽光で二次硬化しました。塗装前にスポンジヤスリで研磨しました。窓をマスキングしました。プライマーとサフの下地塗装をしました。白のボディ塗装をしました。マスキングテープを剥がしました。この時サイドミラーを折ってしまったことが何度かありました。今回は慎重にやりました。テールランプを塗装しました。クリアオレンジを塗装しました。マスキングテープを剥がしました。
デカールを自作しました。同じフォントがなかったので MSUI ゴシックを修正しました。フの字をインクスケープで修正してみました。配給パーツのデカール用紙に印刷しました。マークセッタを使って貼りました。クリアを塗装しました。ナンバープレートのデカールを貼りました。外装パーツを塗装しました。エンジンルームの塗装をしました。キャリパーを塗装しました。ホイールの軸に直径 1mm の真鍮線を使いました。瞬間接着剤でホイールに固定しました。タイヤを接着したら完成です。完成しました。